皆さんこんにちは。スクイズ速報です。西武は1月11日に FA でソフトバンクへ移籍した山川穂高選手の人的保障としてセットアッパーの甲斐野博投手を獲得したことを発表しましたが、発表前にはベテラン左腕の和田剛投手を指名することが報じられていたため、 SNS やネット上で大混乱が生じました。 FA の舞台裏で交渉は現実問題として存在しますが、この一件に NPB による調査が入るようです。今回は NPB が介入することとなった経緯と人的保障制度の見直しの動きを紹介していきます。昨年5月から続く山川問題は衝撃的なエンディングが待っていました。長崎で自主トレ中の和田投手にソフトバンク球団から人的保障で指名される可能性があると連絡が入ったのは10日の夜のことでした。その時点で和田は腹をくくっていくしかないと移籍の覚悟を固めていたようですが、正式決定ではありませんでした。そして一夜明け、一部報道で大騒動に発展しました。福岡の民放テレビ局が昼前のニュースで西武が和田剛投手の指名を打診と後追い報道までしています。28人のプロテクトリスト作成に関わっていなかったとみられる大貞治会長も動き、一時は三森正樹選手の名前が浮上するなど情報が錯綜しました。最終的に中継ぎとして通算160試合に登板している甲斐野投手が指名され、17時30分に両球団から発表されました。しかし昨季は6年ぶりに100イニングを投げ8勝を挙げたこと以上に、チームの精神的支柱になっている日米通算163勝の左腕がプロテクトから漏れ流出寸前まで至ったことへ衝撃は大きく、関係者の間ではこの話題で持ちきりになりました。口々に語られるのは球団フロントへの不信感でした。周囲が気をもむのはそれもこれも山川の身代わりで西武に移籍させられるという意識が強いからです。別のチーム関係者は V 逸が続いているから目先の補強に走らざるを得ないのはわかるけど、後に人的保障の問題まで想定していたのかは甚だ疑問と首をかしげています。もしも和田投手が移籍となっていれば、山川選手はさらに批判にさらされていた可能性が高かっただけに、フロント幹部の状況判断にも疑問があったと言わざるを得ません。ソフトバンク関係者は西武からすれば補強ポイントは投手よりも野手のはずだったが、まずは大成功でしょう、自軍を出ていった山川のイメージダウンにもつながったわけだしと嘆くしかありませんでした。西武はコンプライアンスの問題が完全払拭できていない山川選手を放出できたばかりか、ソフトバンクに大きなダメージを与えました。 SNS やネット上ではソフトバンクファンから一体何だったの、裏で何かがあったんじゃないのかとの疑問の声が飛び交い、さらに混乱に輪をかけることとなっています。ソフトバンクの斉藤和巳4軍監督がインスタに、反応の違いがあからさまやな、そういうのあまり好きじゃないね、ことの真相も気になるけどねと投稿しましたが、和田なら許さず甲斐野なら OK というファンの反応や、今回の騒動が起きた背景へ疑念を抱く意見も少なくありませんでした。では和田指名の情報は誤報だったのでしょうか。複数の関係者の話を総合すると、和田投手が28人のプロテクトから外れ、西武が和田投手を指名候補の一人として検討していたことは事実のようで、両球団間で交渉が行われた結果甲斐野投手で決着したようです。日刊スポーツが報じた時点での情報としては間違っていなかったことになります。ここからはあくまでも推測ですが、あまりにも大きいファンの反発にソフトバンク側が慌てふためき西武に泣きついたのでしょう。元来 FA の人的保障として指名された選手に拒否権はなく、もし移籍を拒否した場合は FA 規約により資格停止選手となり金銭保障に変えられます。つまりルール上は選手の指名が白紙に戻ることはないのですが、これまでも舞台裏で人的保障をめぐって球団間に交渉が存在しているのは各球団の編成担当の間では周知の事実です。有名なのは中日の岩瀬仁紀氏の拒否騒動です。2017年オフに中日が FA 宣言した日本ハムの捕手の大野翔太選手を獲得しました。日本ハムは人的保障にプロテクトから漏れていたレジェンドストッパーの岩瀬氏を指名することを打診しましたが、岩瀬氏が移籍を拒否しました。実行されれば引退することさえ示唆したため、日本ハムは方針を転換し金銭だけでの保証に落ち着きました。この時も岩瀬は推定年俸こそ5000万円でしたが、すでに43歳で
就日としてはまさか指名されるとは考えずプロテクトから外していました。おそらくソフトバンクは和田投手の42歳の年齢と推定年俸が2億円と高額のため取られることはないと高をくくってプロテクトから外していたのでしょう。誤算といえば誤算、見通しが甘かったとも言えます。ただ SNS ではコネ毒がまかり通るのはおかしくないか、28人のプロテクト枠に加えてもう一つ特別枠があるのと同じではもう人的保障はやめるべきなどの意見が飛び交いました。プロ野球界という村の中でできる限り波風が立たないように互いに大人の対応を選択するがゆえに事実上ルールを歪めるような交渉がまかり通ることになれば現状の FA 制度そのものの根幹を揺るがすことにもなりかねません。一方でプロ野球選手会は昨オフに行われた定期大会で人的保障は以前は若い選手にも活躍の場が与えられていたが近年はベテランになっており FA が使いづらくなっていることなどを理由に人的保障の撤廃を求めていく方針を確認しました。 FA 制度は選手のための制度ですが人的保障は選手のためにやっているのか誰のための制度なのかという側面があります。また育成選手は人的保障の対象外になるためプロテクトするほどではないが取られたくない選手がいる場合は一時的に育成選手に落とすという人的保障を逃れるための抜け道もあります。 SNS 上では自分が旧所属球団に必要とされていないと思うと人的保障で移籍する選手は辛いと改善を求める声やこの制度人的保障をなくしてしまったら特定の球団だけが得をする図式ができてしまうと制度の存続を求める声も上がるなど意見が分かれています。人的保障で移籍したことにより開花した例もあるので撤廃してしまうには惜しい部分はあります。ソフトバンクの余剰戦力はどんどん外に出してあげた方が選手のためにはなるでしょう。ただ球団の功労者が放出されるとなるとファンからの非難は避けられません。人的保障の代替案として移籍先の球団が旧球団に対し翌年のドラフト指名権を譲渡することも今後は考えられています。これを機に人的保障の見直しを真剣に議論すべき時期に来ているのかもしれません。 FA は選手に認められた正当な権利ですが有力選手を失った球団側がプロテクトされた28人以外から人的保障を求めるのも正当な権利です。ただ今回の騒動により NPB による調査が今後本格的に行われる可能性が浮上しています。調査の結果違反行為が発覚した場合買いの投手はソフトバンクに差し戻しとなり当初の協約上和田投手が西武移籍となります。また違反行為を手配した人物らは厳正な処罰が下される可能性も高いと言われています。これは毅然と対応しておかないと第二の江川事件になりかねませんし、かつて強い巨人愛を持ちながらも人的保障で移籍した宇見哲也氏や長野久義選手の決断が浮かばれません。和田投手は15日に長崎市内で自主トレを公開し騒動後初めて公の場で口を開きました。一部報道についていろいろな報道というか記事とか出ているみたいですけど自分としてはこの件には触れたくない思いと考えたくないというのが自分の思いですと言及しました。真意は深まるばかりですがもし何かしらコメントを出すとしたら球団が最初でないとおかしいですし和田投手が先にコメント出すわけがありません。だからこれは事実かどうかや和田投手自身が拒否してたかとかは関係なく彼は否定も肯定もできないでしょう。説明責任は球団側にありますしさすがにスルーできなさそうな状況になってきています。 FA は選手に認められた正当な権利ですが有力選手を失った球団側がプロテクトされた28人以外から人的保障を求めるのも正当な権利です。全てがルールにのっとって行われたことでしたがなんとも後味の悪い騒動となったのでルールが厳格化されることを切に願います。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。